さあ、で始めました、モテチチャンネルです。さあ、今回はですね、英検の過去問集徹底比較という企画をやってみたいと思います。まあ、これからね、英検受ける人多いと思うんですけども、過去問さあ買おうと思ったらですね、書店に行くと最近はいろんな種類あるじゃない、どれにしたらいいのってなっちゃうと思うので、どう違うのかっていうのをね、解説していきたいと思います。なんで、これから過去問買う方はぜひ参考にしてください。もちろん級によってね、値段は違うので、一応順一に合わせてどんな違いがあるかっていうのを説明していきます。特徴とかを言っていくので、他の級をね、買う方も参考にしてください。あ、ついでに直前1ヶ月で受かる英検準1級のワークブック増設しました。ありがとうございます。皆様のおかげです。ぜひ過去問の前にどうやってやるか、やり方を勉強したい方はおすすめです。さて、 CM が終わったところで、それでは行きましょう。まずですね、まあ一番多いのが大文社の過去問ですよね。これがすごく有名だと思います。やっぱこれを見たことあるって人多いですよね。まあこれは1級のやつですけども、1級とか4、5級とかってなったらやっぱ大文社じゃないですか。大学受験とかにも使える準1、2級、準2級はいっぱい出てるんですけど、それ以外の級ってあんまないので、その場合はもうほとんど1択2択になっちゃうんですよね。じゃあ、その大文社の特徴を話します。比べるのは準1級のものなので、大文社はまず6回分の過去問が一番有名ですね。多分どこのね、書店に行っても一番目立つところに置いてあることが多いです。で、昔やっぱり自分たちの時代はもうこれしかない、もう一択って感じだったんですけど、準1級のものであれば2310円で6回分入ってると。で、ラッキーなことにですね、音声ダウンロードできるんですよ、今は。よかった。CD 買う場合は別売りです。で、これもまた2310円なんですよ。だから2310円2回かかっちゃうわけですよ。買おうと思ったら。だから4620円 CD 付きで。だから学校とかだとね、これまだ採用してるところが多くて、この4000いくら払ってね、やってたりするんですよね。で、だから先生だけがその CD 持ってるとかね、結構あったりするんですけど、なんでまあ別売りになってることも結構あるんですね。ですが、やっぱり時代も進んだし、ライバル社が出てきたので、CD だけじゃなくてダウンロードできるっていうのもついたわけですよ。これってね、すごくいいことなんですよ。他社が出てくるとですね、競争が起こるので、それによって安くなったり質が上がったりするんですよ。とってもいいことです。これは本当に TOEIC もそうでしたからね。昔はすごく高かったのに、安くて質のいいものがね、どんどん出てきたので、今ガーンと値段下がってますよね。だから英検でもまあそういったね、ムーブメントをこう起こそうとね、頑張ってますんで、これもですね、関先生と話した時も言ってたんで。さらに応募者のものにはですね、3回分というものもあります。つまり1年分ですね。で、こちらが2090円で CD 付きになります。そう、3回分のやつは CD が付いてるんですよ。だから昔英検の授業をやるときはこっちの3回分でやってたこともあります。その CD が別売りで2つ買うよりは CD 付きのものを買っちゃった方がいいって思ってたからですね。こっちは CD が付いてて数が少ないだけです。もうこれだけでいいやっていう人はこっちを使うって感じになりますね。で、実はですね、昔からもう1個出てる過去問集があるんですよ。で、それが整備堂のものなんですね。結構昔からあります。いつからかわかんないですけど、大きい書店とか、いやでも小さいとこでもあったな、二つ置いてあるところはあるにはありました。圧倒的に大文社のシェアが多いんだけど、少し安いし、さらに CD もついてるっていうので、まあ僕からすると有名なダークホースみたいなね。準1級であれば過去問6回分入ってて2200円で安い、で CD もついてるわけですよ。だから大文社の6回分で2310円で CD ついてない。まあ今はダウンロードできるようになったんで、あんまり差はないですけど、だから整備堂の方が安い。知られてないけど昔からってやつです。続いて教学者、はい、こいつですね、はい、まあ、自分が毎年英検の授業をやってるんですけど、それで使ってるのがこれですね。なぜかつったら、もう圧倒的に問題数が多いからですね。9回分入ってますので3年分です。で、値段も2145円ですから安いんですよ、大文社の6回分より。英検ライティングが大事なので、ライティングのね、配点が1問で他のね、技能と同じだけあるのです。だからなるべくライティングの問題たくさんやらせて、で、それを添削するとかっていう風にやってたんで、私は。なんで、これを使って授業してた。で、CD はついてません。音声ダウンロードの形になります。まあ自分はいつも iPad で授業してたから、そんなに安いんじゃん、じゃあいいっすねってなるわけじゃない。これだけだったらみんなこれを選ぶと思うんですけど、当然大きいし、重いっていう問題もありますし、あとはこのカラーじゃないので、面接の時のカードってカラーなんですよ、本物はね。でも白黒なので、そこが嫌だっていう人ね、ちょっとリアルじゃないよっていう人は、まあ、他のを選んだ方がいいかなと思います。あとはページ数の付け方が嫌いです。それぞれの回でまた1ページ目からになっちゃうので、授業の時やりづらい。2019年第1回の10ページを見てくださいって毎回言わなきゃいけないので、そんなこと言っても絶対違う年度の回数のね、ものの10ページ見る人が必ず出てきちゃう。だからこの問題解いてくださいって言っても絶対違う問題解いちゃう子が出てくるので、授業にはその点がむちゃくちゃ使いづらかったです。それ改定して
くんないかなって思います。それ何百ページとかにしないんですね。あ、ちなみにそう、分厚いんで別冊にできます。こういうふうに分かれます、問題と回答って感じになります。続いて黒本がありますね。そして河合塾が出しているものも存在します。こちら6回分入っていて2035円、まあ6回分の中では安い。 CD が付いてなくてダウンロードになります。で、書いてる著者が、まあ、ジョイさんだったり横山和さんだったりするので、結構だ4技能系の人ですね。まあ、ジョイさんね、トイックの本もいっぱい書いてるし、横山和さんは同時通訳者ですから、まあ、そっち側の目線ですねっていうのが解説で見れるという感じですね。まだあんまり知られてないですけど、黒本があるってことは。でも実はこんな風に出ております。続いてですね、関先生のですね、過去問が出てるんですよ。世界一わかりやすい英検準一級に合格する過去問というのが出ています。角川ですね。こちら3回分です。で、 CD 付きで2200円。そう、3回分なんで数が少ないっていうね。あ、これちなみに2級ですけど、数は少ないんですけど、解説がやっぱり関先生の解説になってるんで、だいぶ詳しいですね。一つ一つの問題の解説図示されてたりとか、相当詳しくなってます。3回分なんだけど6回分の本ぐらいの厚さになってるんですね。なのできちんとこう解説を読みたい人におすすめという感じですね。で、ちなみに過去問集とどうやって合格すればいいのかっていうですね、世界一分かりやすい英検2級に合格する授業っていう、また2つ出ておりますので、これ違うのでそちらも要注意ですね。こっちは戦略の方になります。こっちの攻略本の方は2級、準2級、3級が出てますね。最後は学研ですね。はい、学研も出してます。なんか面白いんですよね。教学者の方が竹岡先生の講義があるので、学研プライムの英語の先生、竹岡先生っていうね。で、学研はですね、5回分の過去問プラス1回模試が入ってるんですよ。で、これが珍しいですね。模試の入った過去問集という形になります。で、値段としては2145円で CD が付いてるという形になります。なんで、まあ他との差別化をしてるっていう感じですよね。という感じで、皆さんの要望に合わせて見ればいいんじゃないかなと思いますね。まずだから選ぶ基準としては何回分問題があるのか。もちろん圧倒的にこれがコスパがいいんですけどね。9回入ってて2145円ですからね。だからまあやれなきゃ意味ないんで、時間そんなにないわっていう人だったら別にそこを重視する必要もないです。あとは CD ないですから。CD があるものっていう基準で選ぶんだったらまたそれで全然違いますね。CD あってだったら整備度が安くなりますし、詳しい解説がいいんだっていうんだったら3回分だけど関先生のものがおすすめになりますし、そういった形で何を基準にしてやるの、回数なの、値段なの、解説なのっていう風にね、それを考えてぜひ選んでもらえればいいんじゃないかと思いますね。ぜひ書店で見てください。まあ立ち読みするのはね、あんまり推奨すると書店に怒られちゃう、書店に怒られるのか出版社に怒られるのかわかんないですけど、まあどれか一つね決めて、まあ書店で手に取ってみて買ってで、で、その後で、模範回答は、まあ、見てみるといいかもしれません。スピーキングの答え方だったりとか、ライティングかな、特に、の答え方だったりとかね。こういう風に答えるんだって。まあ、それぞれ別ですから、回答ね。なんで、それ見て、ああ、こういう風に答えればいいのか、って、勉強するといいと思います。スピーキングのはもしかしたら模範解答同じになってるのもあるかもしれないですね。確かその出版するときに本これ書いたときに来たやつに回答例もついてたんだよね、確かね。英検からのデータですって、そう、これデータでみたいなので見せてもらったら、なんか確か模範解答載ってたんでね。だからそれをそのまま真似てたらみんな同じ回答になってるかもしれないです。ちなみに自分は自分で書きました、全部。その模範解答は別に参考にしないで。その英検からのデータが届く前に書いてたからね、そもそもね。はい、という形になります。ぜひ英検受ける方ですね、これを参考に過去本買って頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.